結構やっぱみんな熱くてねあのー、結果出た次の日ルミネ出たんですよねでルミネのスタッフさんにもめっちゃ世話になったんですよこのコントをずっとやるにあたってまあ無理も言ったり、えー、僕もつたない、えー、分かりにくい台本を送ってしまったりとか直前で書いて送ったりとかで迷惑かけてたんですけど、えー、武漢さんとかはその残念だったねみたいなねなんかこの来年出るか出ないかとか全く決まってないしあのせいやさんと喋ってないんですけど 来年出るの?」みたいに言われて「いやちょっとまだ分かんないですね」みたいな「全然考えてないです」とか、えー、言ってたらその武漢さんが「また来年頑張ろうよ」みたいな「<laughs> また1年頑張ろう」って何か言ってくれたのちょっと嬉しかったなうん感動しましたやっぱこの吉本という会社でこの劇場という場所でね結構暑いですね ネタを仕上げて武漢さんなんか一番見てますからね、うん、一番全員のネタ把握してて全員の思いやって、えー、っていうのは結構ね、熱い三日間とかありましたよ、うん、まあめちゃくちゃ負けたんですけど、えー、初期の人が一万円ほど書く嬉しいエビホラー えー、また夢に粗品さん出てきたから出演料。今日ちょうど日暮らし見始めて暇つぶし編まで見たよ。今のところしおんちゃん欲しいまた夢に出てちょう。うん、また夢に出るから1万円ちょうだいね。武漢さん泣くわ。なあ。こんな暑い話で。ネタも頑張っていこうっていう気持ちになって。なんや。また夢に出るから1万円ちょうだいね。武漢さん見てたらどうすんねんこれ。ルミネの。はケたコ